はい、こんにちは、しやすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第869回ですね。今回は投資の限界効率とはというテーマでやっていきたいと思います。で、今何をやってるかっていうと、まず財市場を見てるということですね。まあ、財っていうのは、まあ、物ですよね。だから、まあ、こういった例えばペンみたいな、まあ、実際にこうね、目に見えて、触れるものですよね。こういったものが、まあ、財市場と、の、まあ、代表例ということになりますよね。で、そうしたときに、まあ、均衡国民所得ですね。結局その需要と供給、例えば日本なら日本を見たときに、日本でどれぐらい、ね、ものが必要とされているのかっていう需要と、逆に日本でどれぐらい、ね、ものが供給されているのかっていう供給を比べたときに、ね、日本で必要とされている総需要と日本で供給されている総供給が等しくなるところの国民所得っていうのが、まあ、均衡国民所得ですよね。で、それってどうやって求めていくのかっていうと、消費、まあ、家計による消費と企業による投資と、そして政府による支出ですね。まあ、これは貿易を考えてないわけですけど、まあ、日本国内っていうふうに考えた場合の、まあね、その貿易をしてない閉鎖経済で考えると、消費プラス投資プラス政府支出ということになりますよね。家計プラス家計の消費と企業の投資と、で、政府の支出ですよね。で、これ3つを合わせたものが、まあ、均衡国民所得ということになります。で、そうしたときに、今回はこの真ん中の企業の投資というのを見ていっているわけですけど、企業は利子率に応じて投資を決定するということですよね。で、これどういうことかっていうと、まあ、真ん中に企業があります。ね、そうしたときに、まあ、投資っていうのはお金を使って、ね、やるわけですから。ね、今何かお金を使えば将来はもっと大きな利益として返ってくるっていう、まあ、そういう見通しでやるものが投資ですよね。だから、まあ、お金を使うというのが、まあ、簡単に言えば投資ということになるわけですけど、ね、そうした時に、じゃあそのお金をこう調達していきましょうといった時に、まあ、貨幣市場ですね、まあ、ここには銀行とか証券会社とか、もしくは投資家がいるわけですよね。で、この貨幣市場から、まあ、お金を調達してきて、で、その調達してきたお金を使って何か事業に投資をする、まあ、機械なんかのこう設備投資をしたりとか、まあ、そういった投資を行うわけですよね。で、そうした時に企業は利子率に応じて投資を決定するっていうのが、まあね、この経済学の、まあ、前提、まあ、特にこうケインズ経済学の前提というふうになります。ね、まあ、こういう前提で物事を考えていっているということですよね。まあ、どういうことかっていうと、例えば、ね、まあ、いくらでもいいんですけど、まあ、例えばじゃあ100億円を、ね、100億円を調達してきて、ね、100億円を投資するって言った時に、まあ、仮にここの、ね、利子率が例えば 1% とします。ね、100億調達してきたんだけど金利が 1% つくってことは、で、企業は、ね、101億円返さないといけないということですよね。100億円借りてきたんだけど金利が 1% つくってことであれば、利子として1億円返さないといけないわけですよ。まあ、この貨幣市場に対してね、それがこう銀行なのか、ね、もしくは投資家なのかっていうのは別としたとしても、まあ、100億調達してきたら、そのうちの 1% の1億は金利として払わないといけないわけですよね。で、そうすると企業は当然事業からに投資して、この事業から収益を上げていくわけですけど、その収益が投資した金額に対して 1% を切ったならば、これはもうね、投資、調達してこない方が良かったということですよね。最終的にはこれを、こう金利を払わないといけないわけですよ。金利の払いっていうのが生じてくるわけですよね。金利の支払いっていうのが生じてくるわけです。で、そうしたときに、まあ、例えば今回だったら100億調達してきたうちの 1% は利子ということであれば、1億払わないといけないわけですよね。そうしたら100億を投資したら、当然 1% 以上、1億円以上は、ね、収益、売上じゃなくて利益として上げないと、結局この企業は一体何をしているのか分からないわけですよね。100億調達してきて金利で1億払わないといけない。ってなった時に、ね、100億投資したら当然 1% 以上、1億円以上は利益を増やさないと、ね、何のために調達してきたのか、例えばこれが仮に、ね、0.5% で、ね、5000万でしたと、ね、100億投資したんだけど、ね、利益は、ね、5%、0.5% しか上がりませんでしたと、5000万しか利益が増えませんでした。
で5000万利益増えたんだけど1億、ね、利子を払わないといけないって言ったらもう企業は明らかに損してますよね。だったら、結局この、ねもう貨幣市場から、ね、お金を調達してこない方がいいわけですよね。5000万稼いだんだけど1億払わないといけないってなれば単純に5000万損しますから、そうすると、まあ、企業は当然投資はしないということになりますよね。だけどもし、ね、これで収益が例えば 2% 上がったと、売上じゃなくて利益として 2% 上がったと、100億投資したら 2% 2億儲かりましたと、2億儲かったならば1億利子で払ったとしても、ね、企業は、ね、結局投資してよかった、つまりお金を調達してよかったということになりますよね。だけどもしこれが利子率が 1% じゃなくてもし 3% ですと、ね、もし利子率が 3% ですと、100億調達してきたらあとで3億金利で払わないといけないということになれば、これじゃダメだってことですよね。これじゃダメだということです。そしたらね、結局100億調達してきました、100億投資しました、ね、収益が2億円増えました、だけど3億払わないといけないということであれば、やっぱり企業は損しているわけですよ。だったらこういった投資はもうしないですよね。つまり 3% もかけて、ね、わざわざお金を調達してくるということはしないということになります。ね、だから当然ここがもし低ければ、さっきの例に戻したときに 1% であれば、だったらこういうね、もしここで 2% の収益を上げることが見込めるのであれば調達して投資をするということが起きますよね。だから企業は利子率に応じて投資を決定するということです。利子が高ければ投資は慎重にならざるを得ないし、その金利、利子よりも利子を超える収益を上げられる見通しが立つものしか投資ができないし、逆に利子率が低ければ、ね、比較的簡単に資本を調達して、ね、投資を行うということを、まあ、やりやすくなるということですよね。でそれがこう企業は利子率に応じて投資を決定するということです。はい、そうした時に投資の限界効率とはということですよね。もう限界という言葉は経済学ではもう何回も何回も出てきてますよね。限界費用とかね、結局1単位あたりの、ね、1単位あたりの増加分のことを限界というふうに言うんですよね。投資を1単位増やしたときに得られる期待収益率ということです。ね、投資を、ね、行っているんだけど、それに追加でプラスで1単位、ね、増やした場合、ね、じゃあ実際どれぐらいこう、ね、期待収益、収益がどれぐらいこう、ね、期待収益があるんでしょうねということです。まあ、例えば追加的に1万円投資を増加させましたと、ね、限界っていうのは1単位増やしたっていう場合ですから、プラス1ってことですよね。追加的に1単位増資、投資を増加させた場合、その1万円の投資からの利益が500円であったとすると、ね、追加で1万円投資すると、ね、売上じゃなくて利益が、売上じゃなくて利益が500円増えるとします。その時の投資の限界効率ってどうなりますかということですよね。今すでに投資してるんだけど、さらにプラスで1万円投資したら、その1万円追加した分で追加で500円利益がさらに増えるという場合ですね。そうした場合投資の限界効率ってどうなりますかっていうと、ね、投資はプラス1万円ですと、でそれに対して利益がプラス500円ですということですよね。そしたら1万円に対して500円収益が増えるわけです。でそれにパーセントをするた、にするためにかける100をするということですよね。まあ、そしたら、まあ、約分して0を2つ消して0を2つ消せば、ね、500÷100 ということですから、まあ、5% ということですよね。まあ、例えばこれが、まあ、例えば 5% っていうのが仮に期待できるということであれば、まあ、利子率が、ね、4.9% ぐらいまでだったら、まあ、この投資はやる可能性があると、ね、4.9% の利子で、ね、お金を調達してきても自分たちが 5% の収益を、ね、出せるということであれば、ね、4.9% 払っても 0.1% 分、ね、利益が残りますよね。ということでやっぱここがもし 5% ということであれば、まあ、5% 未満だったらお金を調達して、ね、事業に投資して、そして収益を上げて、まあね、金利を払ったとしても自分たちで利益を残すということができるということですよね。でということで今回は投資の限界効率というのをやりました。はい、今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。もし、お役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録をしていただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガのご登録をよろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。